どうも、東京挫折組でーす。今日の企画は、催眠術中、パイ投げドッキリー。いや、今日はね、毎度おなじみ、矢野くんへのドッキリです。矢野くん今ね、買い物行ってるんで、今日はですね、YouTube 撮る約束してまして、今日の企画がですね、僕が最近催眠術を覚えたっていう。まあ、覚えてないですけども、今日はね、催眠術をかけてるふりをしている間に、こちら、パイ投げのパイですね。こちらを催眠術中にかけてみたいと思います。それでは、早速やってみよう。じゃあね、ここにパイを隠して置いときたいと思います。あとは矢野くんが帰ってくるだけです。どうも、東京挫折組です。お願いします。今日の企画は、矢野催眠術にかけようっと。瀬戸さん発案の企画で、瀬戸さんなんか最近催眠術の勉強をしてらっしゃると。で、僕にかけたい催眠術があると。誰かに教えてもらったわけじゃないんだけどね。割とちょっとそういう催眠術とかちょっと信じてない方なんでね。ああ、そういう人がかかりやすい。早速やってみよう。これ何の催眠術なんですか？これはね、はい、恐怖を感じなくなる催眠術。恐怖を感じなくなる催眠術。はい、恐怖って何ですか？だって広いじゃないですか、恐怖の概念が。まあ何でしょうかね、危害を加えられそうになったり、まあボールが飛んでくるとか、そういうのに一切動じなくなるっていう。はい、僕は結構ビビりですけどね。はい、それがね、治ります。あ、本当に？はい、これまあちょっと人にかけるのは初めてなんですけどね。あ、じゃあまず立ってもらっていいですか？まず立つんですか？で、こちらベルトありますよね。で、ちょっと前に手出してもらって。前に手を出す。はい、はい、で、まあこれちょっと結びますよね。そうですね、これちょっとまあこれはね、なんか必要らしいで、ギュッとね、なりました。まあ取れないですね。取れないですね。はい、じゃあ座ってください。これ、え、こっからだってどうするの？こちらマジックですね。こちらの先をずっとこれ見てください。ずっとあの、はい、先だけを見てください。先だけを見る。うん、あ、なんか見たことあんな、こんな催眠術。なんかちょっと近づいてきたりもしますよ。はいはい、こんぐらいですかね。はい、あ、かかってますね。はい、もう今はちょっとさっきとは違います。で、こちらも見てください。ちょっと熊のぬいぐるみ、うん、で、ずっと熊を見つめてください。完璧かかりました。本当ですか？はい、もう今はもう何やられても動じないことになってます。あ、はい、めちゃめちゃびっくりする。かかってますよこれ。いやいや、思うじゃん、かかってますね。まあ時間ちょっと置かなきゃいけないの、ね、だからちょっと目つぶってもらってもいいですか？はい、で、それで頭の中でさっきのクマをずっと思い出してください。はい、で、クマをね、クマとあとペンもね、思い出してください、さっきの。はい、思い出しました？いや、まあ思い出しました。はい、あ、じゃあ目開けてください。はいはいはい。もういいの。ちょっと熊見て。もういい。何？ほら熊見て。もう何よ。何？何よ。いや、もう見て。何なん？何なん？やめて、やめて、やめて、やめ
何がやりたい、何がやりたい。でもちょっと思い出してください、前パイやられた時を、前のパイ投げられた時と今回パイ投げられた時、どっちが恐怖感じました。いや、どっちも嫌ですよでもさっき の、ま、あの催眠術をかかって、うん、ちょっと変わったところはありません、いいから早くこれ解いて、もう変わったところ、変わったところ、今回と前回の違い、いや知らんけど、わかりません、わかんないよ。今回3発なんです、3発なんです、3発なんです冷たい冷たいな、冷たいって、なんやねんこれ。催眠術中パイ投げドッキリです。いや、十分かかってないのよ、催眠術ちょっと催眠術実はできないです私。いや、まあでしょうね、全然何も感じなかったんだね、はい、すごい、もう全部が時間に無駄なのよ。今回はちょっとストーリー性持たず、いや今回もう微妙ですよ、早くほどいてよ、早くほどけよ、スケキよ、うるせえよ、雑魚がよあんま騒ぐのもいい加減にしろよ何やねんこれ、いや最近やったじゃんこれ、あのそのな、何を1回目でよくあれで手応え感じれたね全く何の進歩もない。いやいや、好評だったんで前回。好評じゃねえよ全然、お前君だけや、いよいよもうその反応も分かんなくなってるのか人のこれ目大きいですね、目大きいですね。じゃあこれなんで俺も片付けてんだよいつもお前が全部やれよいつも思ってる。不満なぁ。で、どうしてほしい？え？どうしてほしい？どうしてほしくもない。何もするなよ。もう早く解けよ、これ。じゃあもうちょっと今回の検証結果だけもらっていいですか？二度とやんなよ、これもう。パイは。見た人いないんだって。爆笑、爆笑じゃない。爆笑じゃないと真顔だよ、全員今。もう二度とやんないで。これマジでやめてね、もう。辛辣だな、辛辣だなじゃない、お前もう結果が出てんだよ急上昇でこういう動画見ない、でも見たことない俺パイ投げでこんなよ2021年に誰がやんのよこれ、もうがっかりですよ、もうこっちだよがっかりなのよ、何べやるよ、ケースの、もうそもそも催眠術だと別にやりたくなかったの、お前がどうしてもって言うからやったらこうじゃないかよ、しょうもない、まだまだできない催眠術やってた方が良かったのこんなことやるぐらいだったらクリームが落ちるから早くもうしてくれよ、いいよ早くこれをほどけよ、まず、いや、なんだよ何の時間だよ、余韻なんてないんだって、こんなの。東京挫折組です、お願いします、どうもどうも